皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2023年12月10日日曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、皆様夜遅くすいませんですね。今はね、日曜日の1時17分なんですけども、急遽ねパソコンを立ち上げて録画スタートしております。ずっとねリスナーの方とねずっと LINE でやり取りしててですね、まあ皆さんいろんな人生があるんでね、ああいうことがある、こういうことがあると、辛いです。いろんなねことがありますからね、まあ、ずっと LINE しててですね、まあ一つ、まあ僕のことも知ってほしいなっていうことでね、ちょっと動画撮りました。で、まあ知ってる人もね、いると思いますけども、私は今、母親がね、ちょっとボケてしまいましてね、一人じゃ、こう、ちょっと生活できないもんですからね、母親の介護で24時間365日、東京の実家の方でね、24時間一緒に暮らしながらですね、母親の介護をしております。まあ、まあ、もちろんね、まあ、50代そこそこなので、実はまあ会社としては、まあ、脂の乗ったサラリーマンでですね、まあ、普通こんなことしてないで、たくさん稼いでですねまあ、子供を大学通わせてですね、家の住宅ローン政策を返さなくちゃいけないんですけど、まあ幸いにもね、子供は一人だけで大学はずっと前に卒業しちゃったのでね、今働いてて OK だと、まあ、いうような状態で状態でね、まあ何かとね、介護の大変なんですけど、まあ兄貴がいるんだけどね、兄貴も結婚してないで独り身で仕事してるんですよね。で実家にはいるんだけど、ほとんどまあ1階には顔出さないでね、まあ朝早く出てきちゃって夜遅く帰ってくるもんですからまあずっと前からね、介護やりたかったっていうかね、まあ自分の人生の宿命だなと思ってたもんですから100% の人がね、まあ、自分でね介護やりたいなと思ってても、まあ、できない環境ではあると思うんですけど、まあ、僕はまあたまたまねできる環境にあったもんですからね、今やってます。で普通の人はね、できないから、まあ、介護保険を使ってですね、まあ、特別養護老人ホームとかに入れて入ってもらってね、親が入ってもらって、まあ、お金を払ってですね、まあ、介護の専門の人にねご飯食べさせてもらったり、お風呂に入れてもらったりするんですけどね、まあ、そういうところでもまあトラブルが多かったり、まあ、寂しくてね、人と喋んないもんですからね、そういうところでも、まあ、喋んないと、さらにボケてくるわけですよね。まあ、それでまあ僕もちょっと大学出てからね、名古屋三菱電機に入社して、名古屋の工場でね、勉強してましたからね名古屋の工場でね、研修受けたりね、まあ、そこで結婚しちゃったりしたもんですからね、随分20年ぐらい家帰れなかったもんですからね、悪いことしたなと思ってたんですよね。まあ、そしたら、まあ、今回ね、まあ、こういうことになってしまって、まあ、大腿骨を骨折してしまってね、まあ、それで、まあ、ボケも進行してるってことが発覚してですね、まあ、それで一緒に住むようになったんですけど、
まあ、何年も前からね、僕が進行してたんだけど、全く気づかなかったですね。まあ、確かに、会話がちょっと成り立たないのあったけど、昔からそうでしたからね。仲良しから、で、冗談かなと思ってたんですけど、やっぱり本気でしたね。まあ、ただ自分の親なんでね、別に、風呂入れたりさ、トイレ失敗してね、床に垂らしちゃったものをね、片付けるなんてのは別に、まあ、大したことじゃないんですよね。別にそういう仕事してる人いるでしょ。毎日トイレ掃除してる人だっているしさ、風呂掃除してる人だっているからね。ゴミ掃除してる人もいるからさ、そんなに、絶望的な仕事って言ったら、介護ってね、絶望的な仕事かって言ったらそうでもないからね。しかも自分の親なんだから、辛いとか辛くないかとかっつったら辛くないですよ。辛くないし、まあこれでね、自分の、まあ、人徳がね、徳を積むっていうことまでいかないと思いますけどね。まあ、カルマが清算されるとも思ってないですけど、カルマがこれ以上積まなくていいかなと。まあ、そのぐらいまでは思ってるかなって感じですね。で、まあ、最近は別に僕も自分の人生って何だったかななんて、まあ思わなくなったし、人間って何のために生きてるのかなとも、もう思わなくなったしね。まあ、ましてや宇宙人っているのかなっていうこともバカバカしくて思わなくなったんですけど、 まあそういうことを気になる人もいっぱいいるからね。まあちょっとその話しようかなと思ってるんですけども、まあ人生とはね、青春時代に人生とは青春のことかなと思ってます。で、普通の人が青春っていうとさ、まあ、中学、高校、大学とか、大学行った人は大学時代とかね、まあ、あと会社勤めの人は会社の20歳ぐらいの頃かなと。まあ、中学生の頃、まあ、小学生の頃、青春の人もいるよね。まあ、尋常小学校通っただけっていう人もいるからね。あと、まあ、中学校行って働いた人もいるからね。まあ、僕の青春時代はね、やっぱ中学、高校はね、もうとにかく勉強してたんですよね。土日も勉強して、まあ、土曜日し、学校ありましたけどね。で、で、ほら、平日の日、平日部活動でね、吹奏楽部でトランペットやってましたけど、その後さ、2、3時、その後3時間ぐらいね、最寄りの駅の学習塾行ってさ、塾も通ってましたからね、毎日ね、ほとんど毎日ね、行ってたんで、で、その後、ほら、次の授業の予習したりね、復習したりしてましたから、毎日夜中2時ぐらいまで勉強してたんだよね。日曜日なんていうのは、もう本当に15時間ぐらい勉強してたからね、日曜日、とに。中学高校ってね、6年間ね。だからあんまりね、青春ってなかったんですよね。女の子と遊ぶとか手つなぐとか、そういうのなかったですね、中学高校っていうのは。まあ大学からですよね、羽伸ばして、ああもう勉強することないのかってことでね、まあ大学出たらエスカレーター式に会社就職できるのかなと思ってましたけどね。まあそうは甘いおっかさんってことだったんですけど、まあ、それはいいとしてね、青春時代で大学入ってね、羽伸ばしましたね。まあ、明治大学行ったんでね、明治大学理工学部で結構遠かったんですよね。実家が東京のね、端っこの葛飾柴又の近くにあってね。で、まあ、千代田線。千代田線でね、端っこの代々木上原まで行って、そこから小田急線で生田っていうところでね、生田っつって川崎、神奈川県川崎市ですね。まあ遠いとこにあってですね、片道
2時間あってですね、本当大変だったんですけど、なんとか通いましたね。まあそうこうしてるうちね、まあ途中の真ん中ぐらいの駅が原宿だったのでね、渋谷とか原宿あるでしょ、六本木とか。で、原宿でね、同じ大学のやつが、ルナール原宿店でね、バイトしてるから一緒に来ない？とか言ってね、即日採用されて、そこでアルバイトしたりして、楽しかったですね、原宿ね。まあ、原宿自体がもう青春って感じですからね、原宿渋谷あたりがね、大学生で言うとね。まあ、働きながら遊んだって感じですね。まあ、あと、家にね、車があったんですよね。カローラ2っていうですね、赤い車があって、2ドアハッチバックですね。2ドアハッチバックの中古車ですね。で、ミッションなんで、オートマじゃないんですよね。だから、まあ、その頃流行ってましたね。トレノとか、レビンとかね。ホンダでしたら。ホンダは若い人向けの車たくさん作ってたよね。インテグラとかね、シティとかね。なんかいっぱい作ってたね、安っぽいのね。よく売れてましたよね。トヨタはね、トレノとか、レビンがすごい売れてたよね。まあ、あとは、あれ、そうだね、スターレットか、スターレットターボですね。スターレットがよく売れてたね、あれね、なんかボコボコってしてて、形悪かったですけどね、スターレットターボとか、よく売れてましたね。まあ、あの時代ですよ、いわゆるバブルですね、この。1988年の、1988年の4月に入ったと思うんですけどね。いや、そうか。1988年の4月に入ったか。で、4年間まるまる、まあ3年間で卒業単位取ったんですけどね。4年生はね、卒業論文6単位だけ残してね。その6単位がまた大変なんだね。理系だからね、頑張って頑張って。筑波にある、その頃のね、経済、あ、通産省ですね。通産省の国立研究所の、電子技術総合研究所っていうところでね、1年行ってましたけども、大変でしたね、それもね。今考えたらもう二度と行けないですね、恐ろしくて。まあ、明治大学自体がすごい難しかったですから、中入ってからさらに難しいですからね、毎日の勉強が、もう本当恐ろしく、身震いするぐらい恐ろしかったですね、本当。だんだんね、簡単になってくるんですよね。3年生の時は一番簡単だったかな。だから大学院とかは簡単なんだろうね。1年生、2年生のね、一般教養がね、半端じゃない難しいんですよね。物理とか数学とかね、ドイツ語とかね、半端じゃない難しくてね、だいぶ単位落としましたもんね。ドイツ語なんて1年生で取るところを3年生までやりましたからね、1回2回落ちて3回目でなんとか合格しましたもんね。まあそういうことやってましてですね、レビン、こういうやつ流行りましたよね、レビンね。俺も欲しくて、欲しかったですね。僕はカローラ2でしたね。カローラ2赤色。これですね。家の車がこれだったんですよね。カローラ2の赤色でね。これ乗って、テニスサークル行ってましたけどね。で、
合宿があるんですよね、その夏休みとかね、ゴールデンウィークとかね、あって、その時に先輩たちが企画してですね、旅館一棟借りとかするんですよね。40人とか50人来るんで。で、それで、まあみんな、先輩たち車出す時に、中野も車出せないかってことで、まあ、1年生の後半ぐらいから車出してましたけどね。こっちの方かな、少し新しいやつです。これですね、2ドアハッチバックですね。一応5人乗りなんですけどね。まあこれ出してました。楽しかったですね、運転もね。ただミッションなんでね、大変でしたよね。なんていうのかな、オートマじゃないからさ、クラッチがあるんだよね、クラッチがね。だから坂道発進とか結構大変で、かなりビビったりもしましたけどね。ただ高速乗ってる時とかね、クラッチがあるとかっこいいですよね。バンバンバーバンバンバーっつってね。あれなんだっけな、トヨタスターレット、トヨタスターレット、これですね、トヨタスターレット、このボコボコっとしたやつ、スターレットターボですね、これね。これが速くてね、随分人気ありましたね、トヨタスターレットターボで、ね。先輩たちがみんな乗ってましたけどね。まあこういう時代ですね。こういう時代。この時代が、まあ僕はバブルがスタートした頃かなと、1986年とかね。まあ絶頂期は1999年ですけど、1990年ですね、絶頂期ね。まあ1986年、僕高校生でしたけど、まあバブルスタートしてたかなって感じです。まあそして まあ大学入ってね、勉強しなくなっちゃったけど、ただ最初のね、前期の試験でだいぶ単位落としちゃったんですよね。周りがすごい頭いいじゃないですか。まあ早稲田とか慶応落ちたやつが入ってくるからね、明治にね。だから頭いいやつばっかりなんですよね。で結構50単位とか取ったよとか言ってんだけど、僕41単位しか取れなかったんですよね、前期でね。それで2年生になれるかなっつって、随分勉強しましたよね、後期はね。夏休み明けてからものすごい人が変わったように勉強しましたね。それで、まあ人並みにね、53単位ぐらい取って、もっと取ったかな、56ぐらい取って、まあ人並みになったんですよね。で2年生は頑張りましたね。2年生、3年生は人が変わったように頑張って、で3年生の終わりに卒業単位残して、あとは全部取ったんですよね。卒業単位だけは4年生の時6単位しか取れないから、4年の時ね、それ残して他は全く出なくていいと。随分ね、人が変わるように頑張って、まあとにかく4年間1日も休みませんでしたからね、授業の日はね。理系ですからね、宿題もね、毎日膨大な量が出ましてね。とにかくね、授業1日でも休むんでね、もう分かんなくなっちゃうんですよ。まあそれは高校生の頃からありましたけどね、理系はね。大学はとにかく宿題も出るし、レポートも、毎週出るんでね。まあとにかくもう勉強は本当に頭がはち切れるぐらいやりましたね。で、それで行って、
て、原宿で喫茶店でバイトもして、で、家の車さっきなったでしょ。これでサークルで サークル行ってテニスやったりね、合宿行って軽井沢行ったりね、日光行ったり、あとは山中湖、河口湖とかね、千葉県白子とかね、まあ、東京の大学だったらみんなそこら辺行くんですよね。で、テニスとか、テニス部とかね、ラグビー部とか、アメフトとか、行くんですけども、まあ僕たちもね、まあ僕たちはサークルですから、ナンパサークルなんでね、ふにゃふにゃですけれども、明治大学でも体育会とか入っちゃうとね、体育会のテニス部なんていうともう遊んでられないですからね、恐ろしい羽目になりますからね、相撲部とかラグビー部みたく死人が出るほど頑張っちゃいますからね。だから、いや、おちおちね、勉強もしてらんないんですよね。勉強もできないぐらい頑張っちゃうんですよね、体育会ってね。で、大学の先生もね、それを応援して、まあ、授業出れなくて、テスト0点でもね、テスト用紙の裏に効果書いてあれば、一応、合格させちゃうんだよね。卒業させちゃうんですよ。まあ、そういう、ノリがあるんでね、明治大学ってね、恐ろしいとこですよね、本当に。まあ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 、そんな話よくでですね、まあ自分の人生はバブルの時ね、1998年とか99年から、まあ、入社したのが、三菱電機入社したのが1993年の4月1日ですから、まあその前までね、1993年前、1992年ぐらいまでが僕の青春だと。4年間ね。で、私の青春はバブル真っただ中でね、まあそうやってね、明治大学ってね、一応、関東の方では結構有名なんですよね、ブランド。一番有名なのは東大ですね。やっぱり東大生は一番人気があるね。東大の医学部とかね。まあその次は慶応と早稲田だな。どっちかというと慶応かな。日本全体だとさ、東大、京大、一橋っていうじゃないですか。ただ、京大っつって、京都大学って、東京じゃ聞かないからね。で、現実問題、京都大学の学生なんて東京にいないからさ、ね、大阪大学もいないしね、神戸大学も、名古屋大学もね、いないから、どっちかというと東京六大学なんですよ。今でもね、今でも、女子大生がさ、彼氏にしたい学生ね、1位が東大 まあ2位が慶応かな、慶応の医学部とかですね。で、3位が早稲田、医学部ないんですけどね、早稲田の政経かな、政治経済かな。で、4位ぐらいに、まあ、立教か明治が入ってくるんですよね。今、明治かもしれないね。立教ってあんまり、ほとんど聞かないですね、立教大学なんてね。池袋にあるけど、まあ、か、あの、ね、巨人の長嶋監督が立教でしたけど、そのぐらいですよね。で、まあ、ほんで、明治大学も最近かなり有名で難しいですからね、明治大学ってね。で、一番下に法政があるって感じですね。だから、東京六大学なんですよね。東京っていうと、
で、どこ、例えば彼女のさ、ね、彼女の、とか女の子のお母さんにさ、どこの大学通われてるんですかって言われると、明治大学ですって言うとさ、おおって言うんだよね。まあ、僕も、おおって思ったけどね。入学するのそこそこ難しいですよ。偏差値64とかね。まあ学部によって違うですけど、違いますけどね、64とか65ぐらいあるし、理系でもね。入ってからが半端じゃない難しくてですね、だんだん授業を受ける人少なくなってくるんだよね。で、これひょっとしてつつ 卒業できないかもって思う人が結構いると思うんだよね。で、こう、高校からのエスカレーターで入ってきたさ、明大明治とかね、明大中野とか、明大中野八王子のやつらもさ、結構、のんきな気分で入ってくるんですよ。で、勉強しねえからさ、途中で来なくなっちゃうんだよね、明大中野とかさ、明大中野結構パープリンだから、勉強しないとさ、授業ついていけないんですよね。で、来なくなっちゃう、途中でね。で、あいつどうしたのっつったら、やめたよっつってさ、もったいない、やめちゃったんだっつって結構聞いたけどね。まあ、大学4年間結構大変だよね。毎日だもんね。もう、しかも、4年間気張ってないとさ、卒業できねえんだもんね。今は俺はもう無理だな。英語の授業とか、英語の試験とか、ゾクゾクするもんね。本当に、やばい、勉強忘れたっつってね。ドイツ語なんか特にもう、頭真っ白になっちゃいますよね。あと、物理とかね、物理学とかね、物理 AB とかね。おっかないよね、数学とかね。おっかない。今聞いただけでおっかないですよ、本当に。まあ、それで、そういう中でね、やっぱり、いろんな、まあ、例えばね、ルノアール原宿店でも、他のね、女子大の女の子とかも、アルバイト来てるわけですよね、法政の女の子とかさ、あとは、白百合の女の子とかね。で、そうすると、そういう人がさ、中野くん、今度、飲み会行かないとかさ、うちのサークルの飲み会来てよとかさ、いろんな飲み会なんか毎日やってるからね、東京渋谷とかさ、新宿渋谷、ギロッポン行かないけどね、六本木とか学生行かないですけどね、赤坂とかギロッポン行かないですけど、渋谷とは、原宿もね、原宿って何なんかあんのって言ったら何もないんですよね、竹下通りも何もないしね。クレープ屋しかないからね、原宿なんかあるのって言ったら何もないんですよ。だから原宿で飲むか、原宿で飲むっていうのは聞いた時ないね。原宿の古着屋行くっていうのは聞いた時あるけど、で、渋谷で飲むって言ったら渋谷はでかいんですよね、街がね。あと、新宿で飲むって、新宿はね、大学生の街じゃないですね、もう寂れた街ですね。サラリーマンのちょっとお姉系が行くって感じですかね。新宿、歌舞伎町2丁目っていうかね。で、本当のサラリーマンだったら、本当のサラリーマンだったら赤坂。あとは、ちょっともうダメだなっていうサラリーマンは、虎ノ門とか、虎ノ門っていうか、新橋ですね。新橋も小さいですよ、街。ただ、新橋から流れて銀座って行けるからね。で、まあ、銀座はどうかっていうと、まあ、前はね、電通本社がありましたけど、銀座ももう廃れたもんですね。で、今、じゃ業界人どこ行ってんのって言ったら、ギロッポンですね。六本木。で、赤坂は TBS ありますけど、赤坂で飲むって言ったって、赤坂自体ももう小さいですからね、街がね。で、TBS も、まあ、これといってパツンとしないんでね、ダメですね。赤坂も、安い店が多くなりましたね。ちょっとあんまり言って怒られるけどね。で、バブル真っただ中。それでね、明治大学ってそこそこいいんですよね。本当は、
早稲田とか慶応入ってれば違うだろうし、まああとは上智大学ね、上智大学ってエレベーターで行けないんですよね、下がないから、高校がないから。かといってじゃあバカかっていうとものすごい頭いいんですよ。慶応と同じぐらいの偏差値があってね、ね、あの入学に偏差値70ぐらいが必要で、で理系がないかって言うとあるんですよね、理学部っていうのがあって、理工じゃないんですよね、理学部っていうのがあって、数学とかね、純粋数学、純粋物理学っていうのがあって、偏差値70ぐらいだったと思いましたね。だから慶応早稲田と同じぐらい あるんですよね。ただあの東京六大学入ってないんですよ、上智大学ってね。だからひょっとしたら明治大学の方が強いかもしれないね。上智って言っても知らないっていうお父さんお母さんいっぱいいたかもしれないね、上智大学って言った。ただまあミッションスクールなんでね、教育キリスト教のミッションスクールで、まあ立教大学もねミッションスクールですけど、まあ、知ってる人は知ってるかもね、上智大学って言ったら超頭いいねって なりますけどね。はい、まあその他に頭いい私立大学だって東京にいっぱいあるんですよ、他にもね、国際キリスト教大学とかさ他にも山ほどあるんだよ。あと国立大学もね、千葉大学医学部だって頭いいしね、いっぱいあるんだけど、いつかどこかで決めたんだよ誰かがね、東京六大学にしようって。でまあ多分明治時代に決まっちゃったんだろうね。でそれ一回決めるともう抜けられないね、どうしてもね、うん、うちの方がいいのにって なるんでしょうね。それでね、ただね青春時代っていうのはね伸ばせるわけだよね、伸ばせるし、じゃあ年取っちゃってからね、50歳になってから青春はもうないのって言うとそうでもなくて、何が青春かっていうと別に男と女の慣れ初めが青春ってわけじゃなくてね、自分でね好き勝手なことをやってて、それがもう楽しくてしょうがないと、毎日ね、まあ、さっき言ったように一日でも休むとさ、もう大学分かんなくなっちゃうと、辞めざるを得なくなっちゃうっていう、これが楽しくてしょうがないよね。ヒリハリハラハラしてさ、で家帰って眠いんだけど勉強してね、でまた次の朝夜中のうちに抜け出していくわけですよね、布団抜け出してさ、で満員電車乗っていくわけですよね。でまあ大学4年の時は、まあ、電車とか車でね、家から筑波まで行ってねまあ大体同じぐらいですけどね、大学もね2時間ぐらいかかりますけど、でそこで国立大学のね博士号を取った博士と一緒にね、物理学博士とか工学博士と一緒に、まあ僕は超伝導の研究してましたけどね、超伝導とか宇宙の研究してましたけど、まあ世界をまた何かかけるですね超有名な博士と一緒にですね、日夜眠い目をこすりながら、研究し始めるわけですよね。まあ大体夜中10時ぐらいから講義が始まってね、朝方までこう一緒に研究したりするんですけど、まあこれがねもう難しくてね、でやることも多いし準備することも大変だしね、もう怒られる上に怒られますからね、で大変で大変でしょうがなかったんですけどね、まあ今はもう無理ですね、行けないです、大学4年その国立研究所1年だけでも行けないですね。だから全部で4年間明治大学4年間もう本当僕の人生凝縮したようなもんでね、もう無理ですね本当に、今もう一回やれって言ったらできないですよ、1億円やるって言ってもできないですよ、1億円やるからもう一回明治大学入ってやってくんねえかっつって、もうできないもんだってよ、無理だもん毎日毎日勉強行くの、もう本当にね好きだったんだろうね、好きこそものの上手なれなんだろうね、そのね先卒業した先にねもう素晴らしい世界が広がってると思ったんだよね。でまあ就職して三菱電機ね、就職して名古屋行ってね、大学出てるからね、
一応幹部候補生としてさ、その年僕の入社した年のね、あの同期幹部候補生は1500人いたんですよ、三菱電機ね。まあ、従業員は2万7000人ぐらい、正社員2万7000人その年の入社正社員1500人、幹部候補生、同期ね、同期1500人、まあ半分ぐらい辞めちゃいましたけどね。うん、楽しかったですね、本当にね。5年、名古屋に5年行ってね、で6年目にまた東京か戻されたんですよね。で職場移動でね、まあ、その頃僕も大変で、あの会社自体が大変だったんですよね。いろいろね、あのバブル崩壊じゃなくて、なんだろう、いろんなものが崩壊してましたからね。組織崩壊でね、あの会社自体が大変だったんですよね。でまあ東京に戻されて、今度三菱商事出向することになってね、まあ、2年間三菱商事の丸の内本社ビルでね、2年間商社マンやってました。まあそれも大変でね、今思うともういけないですよ。三菱電機もいけないですけどね。5年間何やってたのっつったら最初の3年間はプログラム開発ですね。まあそれもものすごく大変で まあその頃ね、出てきたビジュアル系の言語ですよね。オープンルックとかね、あのモザイクとか、まあいろいろありますけど、ビジュアルベーシックとかね、パソコンだとね、まあそれでプログラム作ってましたね。まあその他通信でね、 ISDN 通信ボードのレイヤーさんのとこ作ってましたけどね。まあ死ぬほど大変でしたね。まあプログラム自体が大学ではあまりやってなかったんでね、もう本当にやればよかったですね。1年間あったんでね、研究4年間4年生の時ね、もっと極めればよかったんですけどね、やんなかったんで大変でしたね。うん、で最後の2年間は、まあ、オーストラリア行ったりね、いろんな海外行ったり、あと国内は全部行きましたね。国内、三菱電機、北海道とかね、あの支社支店全部回って自分で開発したねものを自分で営業で回ったんですよね。支社支店で営業マンがいますから、説明してね、売ってくださいって。あとはそれぞれの県にね、代理店がたくさんありますから、三菱電機のね、代理店がね、一時代理店、二次代理店ってたくさんありますから、呼んでもらってね、商品説明しました。まああとは大手のね、警備会社とか銀行とか回ってね、営業売り込みですね。もう本当に大変で、1年のうちの半分以上は飛行機乗ってましたね。で今度6年目、7年目は出向でね、三菱商事出向して、この世界に売りまくりましたね。世界に売りまくって本当大変でした。ただね、それも含めて青春かなっていうのありますね。で2002年のになって IT バブルがあってね、会社辞めさせてもらって、で自分でね IT 企業を作って会社始めました。あのセキュリティコンサルティング会社ですねまあ本書いたりね、あと経営コンサルティングとかずっとやっててですね、それで2013年かな、2014年の時に辞めさせてもらってですね、でまた2000年の時に第1回目の会社を作ったんだよね。セキュリティコンサルティング会社をね、2000年の時にね。でずっとやってて、ある会社の副社長付けのねコンサルタントになってずっとやってましたけど、2014年の時にその会社も辞めてですね、第2回目の自分の会社を作りました。それが今の会社ですね。
で、2010年から今、もう9年目ですね、2023年ですね、ずっとやっててですね、まあ、どんな会社でもね、最初の3年間はすごく大変で、お金がなくて大変なんですよね。まあ、それも分かってたんでね、まあ、大したことなかったんですけども、まあ、それも含めて、ガッチャガチャのごっちゃぐちゃのぐっちゃぐちゃの人生だったかなと思いますね。一日大として、まあ、ビビらない日はないっていうかね、このまま行ってたら死ぬぞっていうね、金がなくて死んじゃうぞっていう、まあ、そういうような日々でしたね。まあ日光テニスサークル、日光のテニスコート、まあ、こういうね、日光テニスコート、まあ、こういうテニスコートがあればね、どこでもできちゃうんで、軽井沢テニスコート、軽井沢のね、テニスコートは高いんだよね。一面がね、1時間4000円とかしちゃうんですよね。日光だと多分800円とかですけどね、1時間ね。もう軽井沢はもう上流階級なんでね。千葉県白子。千葉県白子テニスコート、有名なんですよね、千葉県白子っつったらね。これほとんどね、大学生ですね。まあ、真剣にやってる人はほとんどいなくて、まあ、夜中の飲み会のために行ったりね、あとは花火大会やったりね、するためにみんな来てるわけですよね。まあ、あとはじゃあ、まあ、毎月ね、毎月なんかイベントがあるわけですね、サークルなんでね。まあ、大体はドライブなんですよね、富士山ドライブ行こうとか、どっか箱根ドライブ行こうとかなるんですよね。で、日帰りで帰ってきたりするんですよ。で、2泊3日とかね、3泊4日っていうのは夏休みとか、あとは冬はスキーですね、スキー合宿で。バス頼んでね、みんなでスキー行くんですよね。スキー合宿、スキーがね、また楽しくてね、その頃ブームでね、この2枚板のね、ブームでね、恋人はサンタクロースとかあったじゃないですか。私をスキーに連れてってっていう映画ありましたよね。まあ、あれが上映してる時ですよね。私をスキーに連れてってって言われたら、連れて行くしかないもんね。あと車も必要だしさ、まあ車安いからね。まあ、車は家の車でいいやみたいな感じでね、なるんですけど。まあ、上流階級のね、慶応の人たちとかは まあ、ゴルフサークル ゴルフ部ですね。ゴルフ部。まあ、ゴルフ部入ってね。まあ、ゴルフサークルってのはないかもしれないね。ゴルフサークル。あるか。おじいちゃん、おばあちゃんとか。20代とか。まあ、温泉サークルってのはないかもしれないね。温泉入るのは別に温泉ついてるだけだもんね、旅館にね。まあ、こんな感じでね、わわわわやって楽しんでて、
こういうのやっぱ行った方がいいよね、社会人サークルでもね。こういうところで出会いをしないとさ、出会えないからね。結婚しないでいいのってなると困っちゃうからさ、こういうところで、あ、いいな、気が合うなって人いればね。若ければいいんだけど、年取っちゃうとなかなかね、声出せないですよね。同じ年だったらね、18、19とか21、20歳ぐらいだったら声かければね、あ、今度映画行こうとかさ。まあ僕なんか結構すぐに言っちゃう方だからね、今度どっか行こうとかね、あ、いいですねとかなるんだけどね、まあ、後輩から言われたりね、先輩、家近いですよねつって、そうだっけなと思って、そしたら今度ドライブ連れてってくださいとか言われて、お、いいよいいよ、いつにするあるよね。で、まあ、結局今でもさ、こう、まあ、自分の住んでるところに社会人サークルってなってね、毎月なんかやってんだよね、ドライブ行ったりね、ゴルフ行ったりね。まあゴルフじゃなくてゲートボールかもしんないけどね。まあこういうとこ入るのもいいしただ僕はね、今介護やってるからね、じゃあ介護が青春じゃ介護が青春じゃないのかって言うと、そうじゃなくてね、やっぱりね、充実してんだよね、気持ちは気持ちは充実しててね、まあ親に対する懺悔がなくなったって感じですね。だから今は今でいいしね、まあよかったかなと思います。で、まああとね、まあ会社辞めたっていうのはね、やっぱり三菱電機は三菱電機で忙しいんですよね、すごくね、すごく忙しくて、やっぱり早く帰れない雰囲気があるわけね。ただ早く帰れないとかみさん怒るしさ、で電球のたんびにさ、どっか連れてってほしいっていうのがかみさんの言い分だしね、まあ、そのために結婚したんでしょうっていうのもそうかもしれないし、で会社と私どっち取るのっていうのもあるだろうから、でもっと給料高いと思ってたってね、なるだろうしでそれでまあ三菱電機のねとか三菱商事の給料じゃダメだなっていうのもあったんだよね。でかみさんの言い分も分かるし、僕もそうしたいなと思ったからさ、もっといい給料もらいたいなと思ったから、まあだから独立したんですよね。で最初大変でしたけどね、やめなきゃよかったと思いましたけどね。まあたださ、株とかね、仮想通貨とか FX でまあね、1億10億100億って稼げればさ、ああやめてよかったなっていうなる、まあやめなくてもいいかもしれないけど、まあやめてよかったなってなるしね、会社ね、ベンチャー企業を作ってね、で大儲けできれば、いや、よかったなと思いますからね。だから結局僕なんかもずっと青春っていうのまだ続いててさ、どっち選ぶのってことなんですよね。そうするとやっぱり何のために結婚したのって話になって、まあ会社でね、出世したいなってのは思ってたんだけど、まあ、夜中ずっといてもよかったし、独身の時代1年間あったけどさ、ずっと徹夜の時とかもあって全然楽しかったわけね、三菱電機ね。ただまあかみさんも怒ってたからさ、
せっかく結婚したし、いい人だなと思ってたから、やっぱりね、会社辞めるしかないなと思って辞めたんですよね。辞めると決めたら早く辞めないとね。で、今はか、あの、母親のね、介護やってるけど、これもまあ、家族に了解取ってやってるわけで、24時間、365日介護っていうのは、傍から見るとね、すごく大変な思いするけど、僕としては、まあ、最高のね、恩返しができてるかなと思います。ではね、一旦ここでね、終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。